カチャンネルをご覧の皆さん、こんばんは。MC のコッケでございます。今日はスペシャルゲストで、大野隆さんをお迎えして、いろいろ質問をしていきたいと思いますので、大野さん、よろしくお願いいたします。どうも、大野隆でございます。よろしくお願いいたします。やります。どうも、どうも。タカチャンネルをご覧の皆さん、大野隆でございます。なんと、2MC で。ということですけども、はい、初登場ですね。よろしくお願いします。今回 MC を務めていただけるということで、はい、今日はいろいろ大野さんに質問をいただいているので、インスタでね、ねほりはほり、オフィシャルのインスタになんかあの質問を送ってきていただいているということですから、はい、もう本当にあることないこと喋ります、ね。ないことないこと喋っていただきないことも喋っていただきましょう。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。それでは、はい、まず1問目ですね。はい、あ、一問目じゃない、クイズです。質問がクイズ。違いますね。一つ目の質問ですね。質問ですね。みゆきちゃんからの質問で。ありがとうございます。はい、体調管理に興味があります。はい、お睡眠時間、うん、筋肉トレーニング、はい、喉のケア、お肌のお手入れ等、どうされてますか、はい、気が向いた時にしているのか、それとも周期的にこう、はい、されているのか、教えていただきたいということですが。はい、まあその気が向いてる時にしてるぐらいだったら、まあこのプロポーズもやっぱりその保ててないんじゃないかということで、やっております。私ガシガシやっております。筋肉バカですね。いやーでもね、なかなかやっぱそのやる時間がちょっと取れなかったりとかしてますので。あ、まあそうでしょうね。はい、あのジムには行ってませんよ。おーおーおー。ジムに行くとね、やっぱりこうジムに行けない時がダメになるので、なので、あの自己管理で。そうですね、家の近くにもね、いくつかありますけども、はい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 、ただやっぱ行かない。あそこにやっぱ8000円、9000円、1万円って払うんであれば、自分家でやって、その分やっぱりこう、なんだろうか、美味しいもの食べたりとか。あ、そうですよね。そうですね、子猫ちゃんに。おお、子猫ちゃんに。子猫ちゃんと筋肉トレーニングを。子猫ちゃんと筋肉トレーニングをしたことがないです。いろいろ乗ったり乗られたりするわけですね。そういうことは、これはいいんですね。OK です。OK です。大丈夫ですか？誰に確認したらいいですか？はあ。まあでも、そうですね。ただでも、1週間のうちに、そのトレーナーさん、知り合いのトレーナーさんがいて、おうおう、毎日やってたんですよ。うん、バカって言われました。毎日やったらダメだっていうことで、はいはいはい、やっぱその筋肉が修復するまでの時間がどうしても必要だから、まあね、はいはい、効果的効率的に良くするためにはやっぱりちょっと一定の期間は空いて、やった方がいいですよというふうに言われましたので、そうですね、3日空けてやったりとか。食事とかも気をつけてるんですか？食事はでも好きなもの食べたいですよね。まあまあまあ、そのタンパク質をやたら取るとかあるじゃないですか。ああ、いや、これも、はい、そのご飯のその炭水化物をあんまり取らない方がいいんじゃないかとかって、僕も勝手なイメージとか、はい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 、いろんな周りでね、まあ、言われてます、ね、言うじゃないですか。で、前々からご飯を食べても別に太ったりはしないなってずっと思ってたんです。はい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 。でもやっぱりその炭水化物を抜いた方が痩せるぞっていう話を聞いたので、じゃあっていうことで一時抜いてたんですよ、はい。別に体重変わらない。で、そのトレーナーさんに、それこそ、その炭水化物でご飯抜いてみたけど、どうったら、バカって言われて。やっぱりまたバカって言われて。そう。何も話してねえなと。で、結局、その、エネルギーを燃やすためにも、やっぱその、ガソリンがいるだろうと、エンジンをこう動かすの。それがご飯だ。まあ、私もそれ聞いたことありますね。そう。はい、だから、抜くんじゃねえ。抜くんじゃねえと。とにかくご飯は白飯は食えと。いう話になったので、バカって。わかりました。で、また、ご飯をちゃんと食べるようになってます、はいはいはい。ただパンはあんま食べませんね。あ、うん、だから好きなんでしょ。大好きですね、パンは。もうほぼ毎日食べてますから、私は。カシパン食べてなんかちょっと体重が増になったっていう、増になったっていう話を聞いたことありますけど、はいはいはい、制限してる。まあ制限してますね。そうですね、基本的に好きなものは食べたい、はい、なので、はい、そのためにちょっと筋トレをしたりとかっていう、うんうん、あとはまあそのライブ前とかにはちょっと減量したりとかね、うん、最近あれですよ、嬉しいことに、はい、ライブが近くなったりとか、はい、なんかイベント、まあ大きなイベントのゲストで出るとかってなった時の、はいはい、ファンの皆さんがちょっとその気を使っていただいて、はい、ライブ前とかやっぱり甘いもの食べないでしょ、おうおうおう、だから差し入れは甘いものはいたしませんっていうふうに言っていただいて、おうおう、そうなんですよ。ちょっと寂しくないですか？そういう時に限ってめちゃくちゃお腹空いてきますよ、大体。なんですけどね、でもそうやってなんか気遣っていただいてありがたいなというふうに思う。本当にありがとうございます。ありがとうございます。ね、
気を。喉のケアとかはどうですか？喉のケアはまあしますよね。はい、しますね。ちゃんとね、喋るし、そうです、ね、歌うし。もう、要はここだけあればいいですから。まあ。多分、僕の価値なんてここだけって決めてそんなことはないと思いますけど、まあ。ここは9割5分かもしれないね。なので、まあ、乾燥しないようにとか、はいはいはい、ライブが終わった後とかはやったりとかしますし。はい、最近はちょっと秘密兵器を買いましてですね。また。肺を鍛える。肺を鍛えるというトレーニング器具。スーハーするやつですね。はい、あれをちょっと持ってくればよかったですね。機会があればちょっとお見せしたいと思うんですけども。はい、あれでだいぶ肺と。肺が良くなるのと、やり始めて、音程が良くなった気がする。自分の中で。やっぱこう。呼吸はやっぱ大事みたいですね。呼吸大事ですね。だからやっぱり呼吸法というのは非常に大事だなというふうに思いましたね。はい。やってます。はい。みゆきちゃん、大丈夫だったでしょうか、はい、ありがとうございます。こんな感じで。はい。あとですね。はい。みなりんさんから。おお、みなりんさん、はい、ありがとうございます。私のお姉さんがですね、大、は、野、い、さんのガッチャマン。はい。いや、その他の歌を歌っているのを聞いて。はい。あまりの歌の上手さに感動したと。ありがとうございます。どうも。いい褒め言葉をいただきまして。よく口ずさむアニソンはありますかと。はい、ああ、まあ日本昔話。坊や。坊やですね。縁寝しなですね。はい、あれをもう歌ってあげる。誰に歌ってあげる。またそこでもまた子猫ちゃんが登場するわけですね。坊やじゃないです。なるほど。そうですね。ああでもアニメソングってなんか歌うのがありますかね。もう私も年代が相当違うんでわからないんですけど。そうですね。アニメソングでもガッチャマン好きですからね。ガッチャマンとかでも僕世代じゃないですもん。違う、私世代です。そうでしょ。リアルタイムですからね。はい。そう。でもやっぱあの曲って名曲ですよね。まあそうですね。ね。テンション上がりますからね。そう。はい。あのオーケストラがこうやっぱりっていう、だからCTS 感謝祭で歌わせていただいた時には、やっぱテンション上がりましたもん、ね。あんまり上がりましたね。ちょっと似せて、ちょっと。寄せましたね。そうなんですよ。歌わせていただきました。はいはいはい。ああ、でも、どうアニメソングはなかなかないですね。ないですね。そんな感じで大丈夫ですか？そんな感じですか、はい、すいません。もう一問ぐらいいきますか。はい。そうですね。じゃあ、ストーンズ大好きさんからの質問で、ちょっとこれは、はい、シュールな質問なんですけど。はい。相談です。お、相談。はい。仲良しだった友達から、はい、距離を置きたいと言われました。うん。友達に嘘をつくつもりはなかったのですが、はい、そのことで多分嫌になったのかなと、仲直りしたいのですが、うん、どのようにしたらいいと思いますかっていう質問。おお。なかなか難しいですね、その最後の質問にしてはちょっと。喧嘩しちゃったと。友達から言われたんですね、ちょっと距離を。友達から距離を置きたいと。そう、まあ。彼氏とか彼女だったらまた、ちょっと違うと思うんですけど、まあ、友達だから同性でしょうね、多分。女性の方なんですか、まあでもそれ、女性か男性か分かりません。でもなんかあんまり距離を置きたいと男同士言わないですよね。まあ言わんですね。言わないですよね。はい、そう、まあじゃあ女性なのかな。まあ、女子なんでしょうね。はあ、何が原因だったかですよね。まあなんか嘘をつくつもりはなかったのですがっていう、書いてるとこを見ると、うん、やっぱりなんかちょっと、嘘を本人はつくつもりじゃなかったのに相手から嘘と取られたのか。まあバレないと思って嘘をついたのか。バレますよね。バレますね。バレますね。嘘なんかバレますから、ね、バレますからね。大室さんもうすぐバレますよ。いや仕事でっていう時は大体子猫ちゃんですからね。ちょっとそれちょっと仕事やめるのよ、この仕事は仕事で違うとしますからね。そうだったんですね。ちょっと今こっから私もだいぶ疲れてるんですけど、今もっかさんと一緒にいるっていう時は嘘かもしれませんから、皆さんなんで僕一人かわからないんですよ、これは。いけませんね、ちょっと MC を間違えましたよ、これは。だいぶ抜擢をされまして。まあ、でもどうでしょうね、これは。まあでも素直にごめんねって謝るのが一番、まあ、そうでしょうね、多分謝るのが一番私もいいと思いますね、はい、一番最初に、まあその原因が僕思ったのはね、はい、どうしても人間って自分の言い訳だったりとか、うん、自分がこう思ったんだとかっていうことを先に伝えてしまいたくなるじゃないですか。でもそれじゃ結局うまくいかないなっていうことに最近気がつきまして、うん、相手がどう思ってるかっていうことをまずやっぱり読み取ってあげたりとか、
なんか汲み取ってあげて、はい、そこをクリアした後に、まあ、あの時ごめんねと、でも僕もこういう気持ちだったんだよとかっていう風な方がいいのかなと。言い訳をとかく先にしてしまいがちですけどね、うん、これはまあ火に油を注ぐ結果になりますから、ね、そうですね、はい、これはやっぱりなんかあの仕事においてもなんかそういう風に、ちょすいませんね、かぶり慣れてないどうも座りが悪い座りが悪いそうなんですよね。だからやっぱそれはね、はい、あの、はい、これね、そうです、はい、ストーンズ大好きさんも、はい、まずは相手にちょっと伺ってみてっていう、はいはい、ことと、で、あの、本当に申し訳なかったと。まあ、素直に謝って、うん。そう。でも、時と場合によって、やっぱ嘘をつかないといけなかったりとか、そうそうそうですね、ちょっとごまかさないとなとかっていう時もあるんでしょ。方便っていう言葉もありますからね。何でもかんでも言ってしまえばいいっていうこともないので。うん、そうなんで、ね、はい、だから、お相手がどこにそれがちょっと嫌だったのかとか、はい、本当はすごくこう信頼してたし、うん、そんな水臭いことで嘘つかないでよっていうようなことで、まあそうですね、もしかすると怒ってるかもしれないんで。まあ、多分そうだと思いますね。まあ、どうして怒ってるのかを聞いてみるのも、まあ、解決策ではないかと。そうですね。とにかく、まあ、あの、電話するなり。はい、あのもし会える環境であれば、ちょっとね、はい、あのお会いしたりとかっていうふうにして、はい、一日でも早い方がいいですよ。そうですね、一秒でも早い方がいいですから、もうこの見た後にすぐ連絡して、はいはい、この時はごめんねっていう話をしていただけるといいなというふうに思いますね。ストーンズ大好きさん、大丈夫でしょうか。大丈夫でしょうか。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、今回はこんな感じで。今回はこんな感じで。いいどうですか、はい、今回のタカチャンネルは はい、これにて。はい、これにて。そうですか。はい、第2回目があるでしょうか。じゃあ締めていただいてよろしいですか。はい、今日のゲストは、はい、スペシャルゲストで、ここの高橋さんをお迎えしてやりました、はい、これからもタカチャンネルをよろしくお願いいたします。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、OK、 はい、OK でございます。